2019スペシャルトークショーです。こっち来てください。皆さん、ね、集まりましたよ。どうぞ来ましたよ。アウトサルの皆さんも来てください。練習やってあるから、お金払ってやってるから。あれはじゃあ自己紹介します、ね、はい、まずはサバネですよ。お願いします。お願いします。ヤギさん、ブラジルの人聞こえますか。いや、ありがとうございます。その前が聞こえなかったです。その前は、ね、名前が、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、大西ラゴンです。よろしくお願いします。お願いします。なんか今日ね、はい、午後からちょっと、雨が降るっていうのは僕ちょっと心配なんですけども、はいはい、いや、本当に出ました。もうちょっと今日雨って言ってませんでしたか。めちゃくちゃ晴れてます。めちゃくちゃ晴れてます。びっくりするやついいんですよ。本当に気をつけてくださいね。もう降らないですね、これ ね、 ね、今日は大丈夫ですわ。はい、はい、そして、はい、どうも、ハニャです。チース軽い、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。いやー、すごい。こんにちは。はい、ね、皆さん元気ですね。もう元気です。こんにちは。お、あ、いいですね。いいです、いいです。はい、はい、元気です。こちらどうですか、皆さん。はい、はい、ね、はい。せっかく晴れたんで、うん、一緒に、今日は晴れて嬉しいだけ。これ全員でよろしくお願いします。なんで全員で、はい。強制ですね。強制です。強制です、皆さん。八木さん見てください。一番前の子供が、冷静にポテトを食べています。ちょっと。やって嬉しいだけ。こうだと、片手だけで。もし面倒くさいから、まあ、椎茸持ってたら椎茸出してくれるわ。それか、昨日日本代表が勝って嬉しい竹にします。あ、いいですね。それの方がいいですね。昨日日本代表が勝って嬉しい竹、ありがとうございます。冷静にポテトを食べてやってや、ね、冷静に。お父さんはでもユニフォーム着られてるね。そうですよね。はい、はい、そして、ね、スペシャルゲストに登場してもらいましょう。はい、マコミック選手、森谷選手、お願いします。よろしくお願いします。じゃあこちらの方にさあ来ていただきましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。すごい、アンドリュー・マコミック選手です。よろしくお願いします。はい、1990年に東芝ラグビー部に所属と、はい、3度の社会人リーグに優勝、うん、3度の日本選手権を制覇です。わあ、すごい。はい、1999年のラグビーワールドカップに日本代表として出場、はい、現役引退後もコーチとして活躍中ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして森谷敦選手です、はい、2008年日本代表メンバーに選出、はい、現役時代はヤマハ、発動機ジュビロ、うん、ホンダヒート、リコーブラックラブズ、うん、キャノンイーグルスで活躍されたということで、よいしょ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、いや、よかったです、昨日本当に、ね、日本が勝ってよかったです、ね、本当に、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあまあ、でもありがとうございます。どの立ち位置ありがとうございます。2人が頑張ってくれたんでしょう。まずはですね、マコミック選手にですね、はい、まあ、昨日の試合振り返って、それ聞いてみたい。どういう感じだったというのを、元キャプテンが、そうですね、はいはい、前半の内容はあまり良くなかったけど、やっぱそうですよね、緊張しましたね。緊張してましたよね。ところもあったけど、はい、後半からやっぱり日本らしい、あ、そうですか、いいプレーでは最後やっぱりボーナスポイントで勝っただから、はい、素晴らしい結果じゃない。ボーナスポイントっていうのが4トライですよね、はい、そうですね、皆さんから拍手がやっぱり、4トライしたらボーナスポイント1点入るんですよ。そうだから、普通に勝つよりかさらに点数が積み上がるんですよね。日本がさ、こう一番いいスタートですよね。まずトライがいっぱいするから、怪我として一番良かったですね。あ、そうか、怪我もあんまりなかったんですね。はい、なかった。いや、怪我良かったよ。ああ、良かった。素晴らしかった。ボーナスポイントで勝ったです。ああ、そういうことか。そのまま言ったから良かった。ごめんね、日本語で。いい、全然大丈夫。めちゃくちゃ良かったですよ。こんだけ喋れてるだけで十分です。すごい。はい、森谷選手どうですか、はい、昨日見られて。はい、僕も本当に全く一緒で、やっぱちょっと、うん、内容はあんま良くなかった。あ、そうなんですね。僕まあ見てて、はい、ただ。内容良くなくても勝てたっていうのが、そういう、まあ、今までの日本ラグビーだとやっぱ内容悪かったら負けちゃう、はい、でもそこで勝ったっていうのはやっぱすごいことだなと、はい、ということはやっぱ勝ったかったんだ、はい、次はいけそうですか、はい、次の試合も次がですね、まあちょっとね、まあ、すごい格上の、まあ、アイルランドですよね。ご存知ですけど、アイルランドだって世界ランク1位ですよ。1位ですよね。で、アイルランドの選手は今日コメント残してましたよね、うん、日本は僕ら試合の練習してから見てないけど、まあパッと見た感じ硬かったねって言ってましたね。すごいですよやっぱね、でもちょっとやっぱクオリティが高いから、ディフェンスの、はい、やっぱ日本はディフェンス高いんですか、クオリティは。
ディフェンス。ディフェンスは非常にいいです。ああ、いいんだ。非常に前が速い。早い早い早い。ラッシングディフェンスといいですね。ラッシングディフェンス。ラッシングね。ラッシュで早く前です。あとあのほんまに 1プレー目あったじゃないですか、はい、あの高いボールをバーンって蹴られて、うん、落とすってことあるんですか、はい、あれね、ね、あれはもうねあれめっちゃびっくりしたんですけど、みんな大体キャッチするじゃないですか、ちゃんと、はい、あんなことってほぼないんですよね。あれはですね、はい、多分先ほど多分皆さん見られたと思うんですけど、はいはい、ここに最初に立って、はい、いきなりちょっと噛まれましたよ。あ、そうですね、確かに。いや、あれと一緒です。名前噛んでた。だって20年以上名乗ってる名前ですよね。45年名乗ってます。45年。そうか、経歴はもっと上ですよ。一瞬出てきたらどんな感じやろと思ったら、ちょっと緊張する時あるんですよ。あ、まさにそれ。まさにそれ。じゃあ噛んだということですね。ちょっと噛んじゃった。体が噛んだ。じゃあそういうのあるんですね。選手の皆さん、多い噛むなよ。そうですね。そうです。やっぱじゃあめちゃくちゃ緊張感あったんですね。格上の、ね、もう1位のアイルランドに勝つとしたらどういう勝ち方があるんですかね。そうですね、まあ、もう本当に日本代表のプレーができるよ、できればですね、うん、まあ、日本の特色というか、うん、それはどういうプレーなんですか。やっぱり、まあ、今ちょっとねキックを多用してるんですけど、うん、まあ、そういった中で、まあ、ちょっとキックの精度、はい、まあ、蹴りたいところに蹴ってちゃんと追いかけるっていうことを、はいはいはい、まあ、していくことと、はい、まあ、さっき、言ってたようにやっぱディフェンスで、あ、ね、なるほど、ディフェンスは割と固いですね。そういうリズムを作って、で、結構ねラグビーね、2の方も多いと思いますけども、はい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 、やっぱまだ今回初めて見るぞという方もね、はい、多いと思うんですけどもね、はい、そうですよ、初めて見る方はどういった見方をすればいいですかね。確かにな、ここ注目みたいな、はい、やっぱりはみんな大きいで、うん、トップすごいスピード速いで走ってる、だから、はいはいはい、ぶつかるの音、うん、ぶつかるの音はぜひ聞いてくださいね。ぶつかる音、音は車ボリューム大きくして車と車ぶつかると同じぐらいの緊張がある。そんな音はドンっていう、はいはい、そんな音するんですか。まず音に注目。テレビで見る場合は、テレビで見る場合はどうしたらいいですか。いや、音は聞くと思うよ。テレビで音流れる、多分グラウンドより今日は聞くと思うで、その時に選手の顔を見てください。うわすごいもん、もあります。でもタックルをこう、はい、バーンって持ち上げてそのまま落とすみたいなこともやるじゃないですか。いや、これは反則です。あ、それは反則なんですね。じゃあたまたまそうなっちゃったってことですね。はい、そうですね。そういうこと。あとちょっと聞いた話によると、スクラム組む時に結構男の子の大事なところを握るっていう気がする。確かにね。握りますですよね。そうなんですよ。あ、すごいですよね。握れないですか。なんかここ離れないように入れてね、そうそうそう、グッてやるって。だからパンツはこうグッてやりましょうか。ちょっとじゃあこれ、入れて、持つの？こういくっていう。そうそうそう。本当そうらしいですよね。まあ、ここは握んないです。握れない。ただ通ります。あ、通る、ちょっと通りやすい。どうやって。ちょっとすいません、僕いいんですか。ちょっとすいません、もう結婚してるんですけどね。すいません、まあ、ここから腕通して、はいはい、服を持ってます。あ、そう、服を持ってる。でもね、完全に当たってます。当たりますですよね。当たってますね。チームメイトの、ね、当たるんですね、大体の大きさというかそれも把握しとかなきゃいけない。ちょっと昼間からすいません。でもそこは見どころちゃうでしょ今。そこが見どころだと。いやいや、ここはちゃんとってスクラムがすごいって言いますよね。今の日本の南アフリカとやられた時に、そっかそっか、同格だったっていう、負けなかったんですね。すごいですよね。見どころの一つです。見どころだから、稲垣選手がね、笑わずずっとやってるっていうね。いや、それはもうだって分かってんねんからさ、これやること分かってんねんから気にせえへんやろ。いや、僕はそこ注目ですね。そこ注目はやっぱり。ということで、はい、ラグビーボールを、はい、ちゃんとキャッチできたら、はい、もうこれは色紙プレゼント、あ、お客さんが、どういうこと、はい、誰か出てきてもらうってことですね。そうですね、だからやってみたい人はちょっとどのぐらいの速さか、ちょっとじゃあねえ、あ、アンドリー選手ワンバンで、ワンバンでもパス、あ、ど、はい、ワンバン、ワンバンでね。じゃあプロの方に一回やってもらいますよ、それが、はい、はい、あ、じゃあ八木さんが、八木さんが、はい、た、例えばどう、はい、うん、はい、あ、これを、あ、難しいよ、これ私の前この状態、これだから自分が投げるか、はい、取るか選んでもらいます。あ、なるほど。え、この単語はあれじゃないですか。どうですか、難しいですか。ほんで、あとやりたい人も選んでもらいます。一回ちょっとプロの方にやってもらいます。プロのどうなるかっていう、せっかくやったら、はい、ワンバンで、はい、速い球をみたいな、ワンバンでね、はい、シュンっていう回して投げてキャッチですね。はい、はいはい、いけますかね。はい、
いやこれちょっと投げてないよ。だってこれ難しいですよ。プロでもプロでも難しいですよ。投げると思ったんですよね。ちょっと僕もうこれ難しいですよ。これ難しいですよ。どっちで跳ねるか。すごい。どうなんですかね、これは難しい。いや、これ、いや、難しいと思う。でも、あの、回転のやつは、ラグビーボールって思って、回転でこう回すやつ、どこに転がるか分かんないの、本当に難しいですよね。でも、あの、回転のやつを俺やってほしいです。回転のやつ、キャッチ。回転、いや、投げてほしいです。あの、シュルルルルルっていうのみたいです。あれね、いわゆるラグビー。いわゆるラグビーのシュルル。おー、早っ。うわー、早いな、やっぱ。これ、うわいや、うわいや、すごいな。うわえ、これ、ここにいても、え、ここにいても平気ですか。あ、当たる、当たる、当たる。ああ、すごい。うまい。あの、川島さん、なんでそこにいたんですか。なんで当たりたかった。どれぐらいの恐怖があるか。恐怖じゃあ、これをやってもらう。やってみたい人うわ、でも経験者の人も多いんじゃないですか、今日。じゃあ、そこの、僕行こうか、帽子かぶってる。帽子の男の子。だから、近くで見ます。帽子の僕だ。ね。帽子の僕だよね。そうだね。いやでもやっぱりそのあの速い回転のボールを取ってほしいな。取れるかな。取れるかな。どうですか。あ、来たぞ。ちょっと何回か挑戦してもらいましょう。取れるんじゃない。いいよ、こっちに。せっかくやから。ワンバンで行く。ワンバンで行ってみろ。さあ、誰のペアになりたい。誰のペアになりたい。ちょっとポケットから手出そうかね。いや、ええよ、別に。ええで、お客さん。高校生ぐらいかな。お名前の方聞いていいですか。じゃあ、名前は。はい、たける。たけるくんです。たけるくん。たけるくん、はい。じゃあちょっと1年生だ、一番いい時だ。おお、これ持つか、これ持ってくれと。そう、あの W の形ね。W の形。はい、お気をつけて。OK、そこに行きます。そこに行くからね。これは意識してる。これが一番いいっすね。これが一番いい。これが一番いい。やっぱワンパン難しい。色紙はどこかあったかな。色紙はどちらかで。はいはい。ここにありました。じゃあね、差し上げてください。どうでした。どうだった。キャッチしてみてどうだった。そうだね。そうだね。そうだね。なるほどなるほど。おめでとうね。おめでとう。素晴らしいよ。もう一人ぐらいチャレンジしようかな。ね、はい。もう一人はいけるっていう人。あ、ちょっと待って、あこにでっかい子いてる。あの、あ、T シャツ着てる。大きい子。大きい子。いいね、じゃあ来て。一緒に。あ、どうぞ。大きい。いいじゃない。将来これ有望やで。ラグビーやってるんですか。ラグビーか。大相撲か。そうですね。でかい。これは有望。ちょっとした雨降とかもしれないね。確かに。いや、これはでもちょっと原石ですね。いや、貫禄があるわ、もう。え、何年生ぐらいだ。どうぞどうぞ。ちょっと聞いてみよう。あ、おっきい。うわ、プレミアムモルツの T シャツ着てんじゃん。おい、ちょっと今回のバドワイザーだからさ。お名前バドワイザーじゃない。お名前。はいだけ。あ、はいだけ。川島さん、そこ絶対やめてください。永瀬龍樹です。永瀬龍樹です。純喜くん？龍樹くん。龍樹くん。何年生？うん。4年生。ラグビー経験は？ラグビー経験はさっきあそこでラグビー体験やったぐらいです。おお、そうなんや。さっきやっただけ？じゃあちょっと難しくしてみましょうか。大きいね。ちょっとじゃあ距離長くしてもらいます。そうやね。距離長くしてもらおう。4年生だからね。うん。なんで握手してんのお前。仲良くなっちゃった。でかいね。ちょっと透明から行ってもらいましょうか。いける？いけるかな。これじゃあキャッチしたら OK ですね。そうしたら。ちょっと透明のだから速い球にしてもらいましょう。せっかくやから。これダブルよね。はい、そうですね。まあこうしてたらここに投げてくれるから。そうそうそう。すごい。もう絶対ここに来る。もうちょい広げて。うん。いくよ。おお。ナイスキャッチ。めちゃくちゃいいな。いいじゃん。余裕やな。ナイス。うん。やっぱりちょっとあれですかね。うん。うん。ね、簡単すぎた？まあ、うん、まあやっぱりラグビーそんなにやったことないから楽しかったです。あ、でもいい、楽しかったっていうのいいですね。考えてるコメント。めちゃ食べるやん。誰に何を気を使ったの？ありがとうね。どういうコメントだったの？ありがとう。ありがとうね。いやでもすごいナイスキャッチ。これありがとう。ね、うまい。ありがとうございました。うまいんやな。はい。いやなんかいいね、ラグビーちょっと楽しいね。楽しいですね。
こうやって体験していただいてね、ボールがね、まず普通のボールじゃないっていうのもね、うんうん、確かにね、やっぱバウンドした方が難しいんですよね。難しいです、うん、そうですね、はい、今みたいに綺麗な回転やと取りやすいんですね、はい、左右するんじゃないか、そんな話をしたんです。